チターダルシマー・チター族は、弦楽器の分類の一つ。ヨーロッパチロル地方の発弦楽器であるチターに、由来する。フォト族とも。チター族は、ザックス・ホルンボステル分類のような、楽器分類学上の厳密な分類ではない。したがって内容は講義にわたり、チターに類する形状、双方を持った楽器に限定する解釈から、ビリンバウのような楽器も含めるものまで存在する。 ただし一般的には、チターのようなものの総称、すなわち、共鳴体に弦を平行に張ったもので、かつリュート族のようなネックを持たないものを相対的に指すことが多い。結果リュート族と比べると比較的大型で、箱状の共鳴道と多数の弦を持ち、発言もしくは打弦によって演奏するものがもっぱら、チター族とみなされ、これが、チター族の定義にも再帰的に反映されている。 チターやカーヌーンがチター族に含まれることは明白であるが、チェンバロのような鍵盤楽器、またはダルシマーに代表される打弦楽器の扱いが争点となり得る。ダルシマーはその形状において、チターと類似しているものの弦を振動させる方法が異なる。チターがプレクトラムを用いて弦を弾くのに対し、ダルシマーは弦を叩くことによって弦の振動を得るためである。 しかしツイッター族の定義が楽器の構造にある以上、ダルシマーもツイッター族に含めるのが一般的である。一方、チェンバロは鍵盤楽器とみなされ、分類上はともかく一般にはチターの類縁とされない。しかし、チターとチェンバロの相違はチターが親指に装着したプレクトラムで弦を弾くのに対し、チェンバロがプレクトラムを鍵盤によって操作する点程度であり、原理においてチターと ほぼ一致している。ツイッター族の定義は視覚的なものに大きく依存していると言えよう。ありがとうございます。